1920年代の郵便機ボーイングモデル40郵便機は郵便物を運ぶために使用される航空機のことである。郵便物輸送に特化した航空機が存在したのは戦艦機のことである。初期の航空機は貨物輸送にはあまりにパワー不足であり、またたとえエコノミークラスであっても旅客輸送は大変高くついたので民間航空機の主要な役割は 従来の手段を使うよりも早く郵便物を運ぶことであった。このため航空業務を管轄する行政機関が郵便を司る官庁となっていた国もある。日本では当初定身省が所轄しており、パイロットの要請も定身省の外局である航空機乗員要請所で行っていた。一部の国では軍が代行していることもあり、1920年代の アメリカ合衆国では、郵便機の一部は、アメリカ陸軍航空隊によって運用されていた。王子の郵便機は、胴体に、特別な公式エンブレムを描いていた。イギリスで登録された、郵便機の場合は、特別な、ロイヤルエアメールペナントと共に飛んでいた。1940年代後半以降、航空機が大型化し、郵便物も大型貨物と一緒に、定期航空便で運ぶことが、 経済的となったため、純粋な郵便機は減少した。日本では1974年頃までは運用されていた。現代では、貨物航空輸送会社が貨物機に混載して、空輸している。2010年代には、マルチコプターなど、小型無人航空機の発達により、過疎地へ、郵便物など軽貨物を空輸する実験が行われている。ありがとうございます。